くお願いいたします。元気ですね、嬉しいですね。さあ、はい、テーマがふるさとでございます。ふるさと、はい、ふるさとは福島ですね。福島ですね、はい、はい。さあ、そして今日歌っていただきますのが、はい、細川たかしさんの望郷ジョンカ。はい、いい曲ですね。これね、10年ぶりぐらいで歌うんです。あ、そうなんですか。はい、久しぶりでね、はい、でここのところ和田誠二というのは本当にこうちょっと、語る歌、うん、強いよりはちょっと優しい歌、はい、弱い歌という形がずっと多かったんでね、はい、なかなかそういうパンチの効いた歌というのはなかったんですけども、本当にふとふるさと、あ、久しぶりに和田誠二のまたもう一つの この強さといいますか、はい、パワフルな部分を、今日は、懐かしく歌ってみようかなと。はい、もう優しいあの歌声も大好きなんですけれどもね、はい、パワフルの歌声も大好きでございます、はい、それでは聴いていただきましょう。昭和60年です。細川たかしさんのヒット曲で望郷ジョンカ。涙で詫びてる重ねた服を帰るに帰れぬ土産もなしに、ふるさと恋しや花一もめ、ああ、港追い沖山よ花咲く頃は、船は夢こむカモメは騒ぐ、辛さをこらえいいことばかり手紙に書いて、あれからいくつ何年過ぎたが帰ろかな、帰りたい里夢の中、帰ろかな、帰りたい故郷ありがとうございました。ありがとうございました。和田誠二さんでした。